上からの方が設計が見えるまた
ご覧のように駅と駅との間に一本の支柱もないワークパー方式としては日本で最も運転距離の長いロープウェイでございます。皆様、ここでまず広がる山際のご案内を申し上げます。進行方向にはこの立山連峰の地方標高3003メートル小山の岩壁が迫っております。また近郊内側からは立山連峰の地方小山ロッククライミングの沿道鶴見岳など日本百名山の名だたる山々を間近にご覧いただくことができます。また室堂駅に隣接して立山の自然を分かりやすく解説した立山自然保護センターがございます。ぜひお立ち寄りください。ね、発散会議の際、トンネルの水抜きや逆域を修復して地盤を固めるなど、まさにプランの連続で、満5年の歳ですと、延べ42万人。